この実験が成功すれば素晴らしい火力が得られるわ。お城だって吹き飛ばせるわね。クレメンテロ、マスターを止めた方が。こうなってはもはやわしにもどうにもできんのじゃ。でもお城がどうとかって。もう手遅れじゃの。そんな無責任な。ここが主催屋の正面出入り口じゃ。またあの殺風景な外郭を通って次はミックハイルへ入るわけね。ミックハイルも空中都市の中じゃ重要な場所なんだよな。その通りだ。天井軍の軍事基地だったところだからな。クラウディスやヘルレイオスのように誰かが待ち受けているかもしれませんね。誰がいようと俺たちのやることは一つだ。そうだろみんな。ああその通りだとも。こちらソーディアンチーム、これよりミックハイルを攻略する。了解。ここが天井軍の軍事基地だった場所か。そうだ。さあ浮遊クルーザーを探すぞ。今更だけどなんで空中都市を残しておいたの。全部壊しておけばこんな風に悪用されずに済んだのに。もちろん先の天地戦争の後でそうした案も検討されたわ。環境に与える悪影響を考慮した結果海へ沈めることにしたのじゃよ。なら今回の戦いが終わったら今度こそ後始末をちゃんとしなきゃな。お前の口からそのような発言が出るとはな。なんだよ変化。いや正直見直した。お前の言う通りだ。そのためにもまずはヒューゴを止めないといけませんね。ああれはなんだ。浮遊クルーザーだ。いいぞ我らはあれを求めていたのだ。お待ちくださいませ。オベロン社の幹部か。シャイン・レンブラントと申します。以前ヒューゴ様のお屋敷でお会いした方もいらっしゃいますな。あの時のクルーザーの中には客人がおります。坊ちゃんからお預かりした大事な客人が。クルーザーは諦めていただきたい。マリアンさんのことか。人質にしたくせによくも客だなんて言えるわね。客人は客人でございます。レンブラントさん、あなたはなぜこんなことをするんです。ヒューゴ様の望みは私の望み。答えはこれで十分ですかな。盲目的に従っているわけか。けっ、おかしいんじゃねえのか。なんとでも言うがよろしい。これ以上の邪魔はさせません。天領軍の技術の粋を極めた特殊装備の威力ご覧いただきましょう。獅子戦法吐くアイスツルネード。そこまでですぞ。ファイヤーわしの番組。そこまでです。殺撃武功拳オレレ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 レすべてを癒す導きを示さん。悠久の海に集え。ライフディスチャージ行くわよ。癒しの恵み氷よ。キュアアイス許しません。悪しき魂に神の裁きを。セイクリッドブレイム全弾そこだ。こっちのこっちやれこらえやれやれアイストルネード栄光なる風よ。我が維新に集え。逃がさん降雨戦闘戦人質を救出しなければジェルシー。はい。レンブラントさん、私が皆様と戦ったのはヒューゴ様のためだけではありません。私も人の親でしてな。
それってヘルレイオスにいたイレーヌは私の娘でございます。そんな、すまんイレーヌ、お前の仇うてなんだ。レンブラントさん、スタン、気をしっかり持つんだぜ。俺様たちは間違ったことはしちゃいねえ。中にいた人を助けました。行こうぜスタン、今はやるべきことがあるだろう。そうだな、ありがとうコングマン。なに、無事でよかったですマリアンさん。皆さん、助けていただいてありがとうございました。それであのエミ、いえリオン様は。リオンは、さあお前、この女に真実を告げる気か。リオンは別にやることがあって今は一緒じゃないんです。そうですか。あ、でも大丈夫です。きっと元気でやってると思います。リオン様は私のせいで道を誤ったりしなかったでしょうか。え、あの方は亡くなられたお母様の面影を私に見出していらっしゃいました。あの方のお母様、クリス様に私は似ているそうですから。マリアンさん、そんな私はあの方の弱点になりかねない。私のせいであの方が迷ったりしないか、それが心配でなりませんでした。先に自らの命を絶つべきではないか、そう思ったことさえ。リオンのやったことに間違いはありません。あいつはあなたを思い、俺たちを思い、正しい行動を取りました。そうですか。だから死ぬなんて言わないで、あいつのためにも。マリアンさんを地上へお送りしよう。ここには脱出ポットがある。それを使うのがいいだろう。わかった。マリアンさん、こっちへ。何から何まで、本当にありがとうございます。間違っていたらすみません。あなたが、スタンさんですか？はい。そうですか。やはりリオン様からよくお話を伺っていました。よほど仲がよろしかったのですね。ええ、あいつは俺の親友ですから。リオン様が聞いたらきっとお喜びになるでしょうね。あのマリアンさん、何でしょう。地上へ戻ったらどうするつもりですか？もちろん屋敷にてリオン様のお帰りをお待ちします。それが私たち使用人の務めですから。それでは失礼します。これでよかったんだよな。いよいよあとはダイクロフトを残すのみだ。クルーザーと中和装置を準備してすぐに出発しよう。計器類のチェック完了。教えられた通りでいいんならいつでも飛び立てるぜ。お任せください、ウッタロー様。ソーディアンチームの諸君、もう一度作戦の内容を確認しておく。
クルーザーが飛び立ったらマスター諸君は甲板に出てくれたまえ。わかった。中和装置の準備は完了している。あとは鏡面バリアに近づいたところで一気に放出させればいい。オッケー。バリア突破後はベルクラントに乗りつけ中へ潜入せよ。はい。成功の確率は例によって高くはない。しかしそれを言うならここまで来れたこと自体が奇跡なのだ。私はソーディアンチーム諸君の無限の可能性を信じている。頼むぞイクティノス。任せてくれ。よろしくお願いしますクレメンテ。うん、頼んだわよアトワイト。わかっているわ。行こうぜディムロス。了解だ。浮遊クルーザー発進。目標ベルクラント。破って突っ込むとは思わなかったけどね。こうして無事なのが不思議なくらいだわ。安心するのはまだ早い。本番はここからだぞ。では作戦の内容を確認するかの。あれ、そういうのはリトラーの役目なんじゃないのか。ここからだと通信が届かないの。諦めるしかないみたいね。わしらがまず目指すのはベルクラントの最上部じゃ。そこからダイクロフト本体に侵入し最終的には神の目のところに到達する。おそらくそこにヒューゴもおるじゃろう。ヒューゴを倒し神の目を無力化しベルクラントを撃たせないようにする。ここまでやってようやく作戦完了じゃ。よし、わかった。みんなヒューゴの野望を食い止めよう。これで終わりにするんだ。わかりました。ベルクラントの最上部まで行ってダイクロフトの中へ入るのだ。ヒューゴの野望を食い止めよう。どうしてヒューゴは天上界を復活させようと思ったんだろう。さあね、本人に聞いてみないとわからないんじゃない。誰もいない世界の支配者になって何が嬉しいんだろうな。俺全然わからないよ。そうだな。だけど一つはっきりしてることがある。これだけ多くの人を犠牲にした世界が幸せなものなんかであるはずがないってことだ。ストン、ヒューゴの野望を食い止めよう。何があっても。あのレンブラントが操っていた機械には本当に驚かされたの。どうしてですか。あんな機構はわしも見たことがない。おそらくあの男が天上軍の機械兵器を独自に改良したものじゃ。だとするとすごいですね。あの知識を正しいことに使っておればの、つくづく惜しまれるわい。なあディムロス、今俺たちってあの大きな剣みたいなものの中にいるんだろう。その通りだ。今この瞬間ベルクラントを撃たれれば我らがどうなるかわからんぞ。ここまで来てやられてたまるか。エネルギーが充填される前にヒューゴを見つけ出そう。ヒューゴとリオン、あの二人は初めから普通の親子には見えなかったな。リオンはヒューゴのことをどう思っていたんでしょうね。好きだったのか嫌いだったのか、それ以外の気持ちだったのか。
考えるなと言っても難しいだろうが、これだけは言っておくぞスタン。人は死んだ人間を理由に行動してはダメだ。生きている人間のために行動するべきだ。はい、分かってます。よし、先に進もう。あんなところに神の目が。いや、あれは立体映像に過ぎる。今の神の目の状態を表しているのだ。ここまでだ、地上軍よ。ヒューゴ、ここで出てきよったか。まさかベルクラントに乗り込んでくるとはな。君たちの悪あがきには感服した。ヒューゴ、お前の野望もここまでだ。これ以上好きにはさせん。あなたが頼りにしていた側近ももういません。残るはあなただけです。覚悟はいい？お前に勝ち目はない。天地戦争はこれで終わりだ。勝ち目がないと来たか。何がおかしいのよ。君たちの無邪気さがだよ。リオンから聞かなかったのかね。リオンから？何を？私がどれほどの力を持つかだよ。全く聞かなかったのかね。あの少年剣士が床に這いつくばり、泣いて私に許しをこうたありさまを。リオンを侮辱するな。あいつはそんなことしない。せっかく会ったのだ、一つ相手をしてやろう。リオンの時は歯応えがなさすぎてわざわざ出すまでもなかったがな。ソーディアンドボイ、この剣に見覚えがあるだろう。あれは、そんな、まさか。ベルセリオス。ベルセリオスだって。先の天地戦争の際失われた6本目のソーディアンよ。どうしてあそこにあるのじゃ。あれが、ベルセリオスは天上軍の残党の手で密かに地上へ運ばれていたのだよ。カルバレイスで保管されていたものを私が手に入れたというわけだ。でもベルセリオスはあの時の戦いで破損したはずよ。壊れているかどうかは手合わせしてみればわかるだろう。ベルセリオス、本当にお前なのか。聞こえているなら返事をしろ。ベルセリオス。覚悟はいいか、虫けらどもよ。ベルセリオスの刃にかかり果てるがよい。気を引き締めねばならんな。それでは、アイスリードル。先行だ。バリア先行だ。見せてやろう。ただでは済まさん。熱唱総発動。トラスカーリーバー氷よ。空発熱唱ガイナード氷魔人ゼンハライロークリードクラウケアイスリードル。負けられないんだ。コー転送よ。クッハクザ・ゴーリオ旋回してトルネード。ゴーリオファーストエイド水よ。フットライダルゼレフットライダルゼレ。ありがとうございます。そこだ、見せてやろう。ただでは済まさん。熱唱総発動。ゴーリオアイスコーネード。あちらこそだもね。風に行くわよ。やさない。いただき、ハクヤスレイドファーストエイド先行だね。シンクテクト魔人ソーアザン魔人ソーアザンシンクテクザン魔人ソーアザンシンクテクザン魔人ソーアザンシンクテクザン先行だね。まさかベルセリオスと渡り合うとは思わなかったぞ。ちょっと、
神の目の様子、変じゃない？ああ、輝きがますます強まっている。皆さん、見てください。ベルセリオスからも光が。ベルセリオスに一体何が？まだタツキなの？これ式の攻撃で私を倒せるなどと思うなら、下賤な地上の民がいくらあがこうと、至高の存在たる私にかなうものか。このベルセリオスがある限り、私は無敵だ。お前、誰だ？さっきから何か変だ。お前は本当にヒューゴなのか？実は別の誰かなんじゃないのか？スタン、あんた何言ってるの？どうなんだ、答えろ！下賤な地上のためにしてはなかなかいい顔をしている。この声は、そこまで気づいたからには我が真の姿見せてやろう。バカな、あれは誰だ？ミクトラ。降臨だ。天上王たる私が再び現世に降臨したぞ。なぜじゃ、なぜじゃ。そんな、ミクトランがどうして実体化できるの？我々天上軍の技術力は地上軍の上を行っていたということだ。素材となる肉体と神の目の力があれば、死して後の復活も可能なのだよ。これも神の目の力だというのか？人の体を素材呼ばわりするなんて。ミクトラン、全部お前がやったことなんだな。何もかもお前の仕業だったんだな。そうだとしたらどうする？やっぱりソーディアンどもよ、お前たちはかつての戦いで私が相打ちになったと思っていたのだろう。甘いわ。あの時私は己の人格をベルセリオスに照射していた。そしてベルセリオスを我が物とし、その中に潜んでいたのだ。なんじゃと？壊れたふりをするのは屈辱だったが、おかげで面白い知識も手に入った。ベルセリオスの元人格はなかなかの頭脳の持ち主だな。カーレルのことね。カーレルだと？まあいい。それでお前は鏡面バリアを開発したりできたのだな。ヒューゴが私を手に入れた際、私は奴の意識を乗っ取った。そして今まで私の操り人形にしていたというわけだ。ヒューゴも所詮は下賤な地上の民、そうでなければここまでできぬわ。あんた、許さないわよ。ヒューゴの肩を持つわけじゃないけど、あんたのやったことは絶対に許せない。ベルクラントの発射準備が整ったようだ。これで外郭は完成する。汚らわしい地上が闇に閉ざされるのだ。この後は王たる私の支配のもと、選ばれし者の楽園が天上に築かれる。そんなことさせるか！無駄な悪あがきよ。ならばこれを見るがいい。ベルセリオスから光が。とてつもない圧力じゃ。こんなベルセリオスは知らん。肩慣らしがてら遊んでやろう。
エセ・ソーディアン・マスターが何人いようと私の敵ではない。何だと？バカな、こんなはず。お前たちと私とでは格が違うのだ。思い知ったか。神の目が。地上が永劫の闇に閉ざされる様、しかと見届けるがいい。やめろ。ベルクラント発射だ。やれ。完成してしまったのか。ここまで来たってのに、くそー。これで我が天上軍の完全勝利だ。このまま貴様たちにとどめを刺してやる。ありがたく思うがいい。天上王たる私が直に手を下すのだからな。最初はお前だ、ルーディ。特別扱いしてくれるの。ありがたくて涙が出るわね。ヒューゴはお前のことをいつも気にしていたぞ。何ですって。私に肉体を乗っ取られた後もヒューゴの意識はある程度残っていた。故に分かったのだ。あの男は絶えず悩み続けていた。自分が父親であることを何とかして伝えることはできないかとな。下賤な輩の考えそうなことだ。私はいつも嘲笑っていたものよ。あんたね。そう聞いたところで何もできない。残念だったな。あんたね。ふざけるな。なんだと？天上人は地上の人間と違わないって聞いたけど、お前は別だ。お前には人の心がない。家族がお互いを大切に思う気持ちを笑うなんて最低だ。お前が地上の人間より優れているなんてことあるものか。黙れ。うわあ。生意気な虫けらめ、次は貴様を始末してやろう。さあ、しっかりしろ。さあ。さて、覚悟はいいか、ルーティ・カトレット。ヒューゴ・ジルクリストの愛しい娘よ。お父さん。どうしたことだ。体が。ルーティ、聞こえるか。ヒューゴの声。え、何が起こっているのだ。時間がない。この場は脱出しろ。今からベルクラントを切り離す。そのまま地上へ。おのれ。ヒューゴの意識が肉体に残留していたか。こしゃくな。ヒ
融合。貴様、私の思念はもうすぐ消える。その前に急げ。待って、こんな私を父と呼んでくれて嬉しかったぞ。お前には何一つしてやれなかったのに。ルディ、ヒューゴさんの言う通りにしよう。でも、ありがとう、ルディ。無事で。予算かー。